あーどうもー。ああどうもどうも。どうも。いやいやもう今日はもう無事帰ってきたね。帰ってきてまあ。ね腰にコルセット巻きながら。そうですよ。どうだったの今回ゾンビストリートは。いやいや今回はもう別にね、うん、僕もエンジョイっていうね。エンジョイ。うん。テーマはエンジョイ。テーマエンジョイよ。ずいぶん変わったね。いやだからね、せっかくホノルル行って走るわけですよ。ホノルルだね。ね、うん、あんなタイムがどうとかね。だから自分との戦いとか。戦いとか自分探しとか。うん、別に日本のマラソンでやれと。あなるほど。話なわけですよ。なるほど、うん。ホノルルまで来たんだから。なんならさ、みんなでワイワイガヤガヤね。っていうとこが自分テーマ。なるほど。まあ、なぜかというと、忙しくて全然練習できなかったんですよ。あ、トレーニングが。トレーニングが。ね、こうさ、何人かで行くわけだ、うん、池袋競争だ。行ったんだよ、十何人か行くじゃない、うん。で、それは何、その中でさ、うん、やたら真面目なやつとかいないの、うん、俺はさ、って孤独孤独が取ってくるよ。あのね、そういう発言はないんだけど、うん、狙ってるやつがいるんですよ。いるんだよ、やっぱり。いるんですよ。それもう当時が何こう伝わるの？もうすごい早いんだよね。あ、早いんだ。うん、今回はもう行くぞ。俺、まあ、こっちも、その彼には期待してるわけですよ。うん、なるほど、なるほど。なるほど。投資としてね。スタートの時も見送ったんだから、みんなで。なんで見送ってんの最初？いや、ね、最初からね、うん、狙ってるタイムによってスタートの場所が大体あるんですよ。あるんだ。で、その3時間ぐらいのところに続いたから、行っとこいって感じで、行けって感じで。みんなでもう行ったんですよ。で、もう走ってて、あれね、30キロじゃねえな、30手前ぐらいかな。そこで、早い人は折り返してくるわけね。あ、折り返しね。折り返し、ここで絶対、このタイミングで会うはずだと思ってたけど。なるほど。全然会わないんだよ。あ、そいつに行ったはずなのに、先によ。でもまさかこれ、もう行ったってことはねえよな。もう行ったら、これはもう、偉いタイムだから。早すぎると。でも遅えな、つって。こっちもまあ休憩がしたら待ってたんだけど。待ってたんだよ。来ねえと思って。ずっと来ない。これ以上待ってもしょうがないかと思って、行こうとしたその瞬間、足を引きずって現れたんだ。足を引きずって現れた。どうしたっつったら、釣っちゃいましたっつって。釣っちゃいました。釣った流れも早いよ。釣っちゃいました。釣ってあの速度ってのはね、ありえないね。随分頑張るね、そいつ。いやいや、早かったんだよね。釣ってあの速度だもん。すごいね。あれ釣んなかったらね。もう、ものすごい早いんだ。まあ、自民党の議席くらい行ったのね。そんな行ったの？本当？いや、早かったと思うよ。維新ぐらいじゃないの？いや、いや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 、全然行ったね。うん、いやで、じゃあな、のんびりチームはもう景色見ながら。もうのんびりチームなんだけど、俺はの、うん、まあ、あんまりのんびりも嫌だから、うん、まあ、適当なのんびりってことで、途中からソロになって走ったんですよ。あ、そうなんだ。うん、だんだんこう、ばらけてくるね、やっぱり。そう。で、翔ちゃんも、うん、飲み屋の翔ちゃん。うん、割と練習してたから、うん、途中から自分を試したくなったのね。ああ、自分をね。途中から、うん、自分の限界を。はい。翔ちゃんも行ってこいって言ったら、うん、よけっつって翔ちゃんも行っちゃったんですよ。行ったんだよ。うん、で、うん、まあ俺は歩いてんじゃん。あれも、うん、あれ20キロちょいだね。22、3キロ。うん、で、翔ちゃんは多分28キロぐらいのとこかな。折り返しだったんだよ、翔ちゃん。折り返しだった、うん、で向こうからさ、うん、どう見ても酔っ払ってるとこがあるんですよ。なるほど。顔が真っ赤なんだよね。顔真っ赤なの。翔ちゃん飲んでなかったら、ひに上げたみたいなんで。ひに上げちゃった真っ赤になってたんだよ。ひに上げちゃったの真っ赤になってたんだよ。ひに上げちゃったの焼けすぎだよ、つって。あ、暑いんだね、やっぱり。まあ、前回より良かったけど、うん、暑かったね。今回風があったから良かった。あ、そうなの。まあ、それが特徴して向かい風で辛かったけど。でも、まだ前より良かった。あとね、コースを知ってるっつうのはいいね。あ、そっか。気持ちに余裕があるもん。やっぱその景色が見えてきたら大体どの辺って分かるってことか。で、一番期待するね、その長いハイウェイがあるわけ。うんうん、で、もういい加減折り返すろって思ったところで、うん、さらにぐるーっていうのが待ってるんですよ、うん、それを知ってるだけでも違うね。 あれ知らないとそこでもう一回ね、 あのもう気持ちがなんていうの、いい加減折れる感じ、折れるから。もうなるほどね。ゾンビにはならなかったの？なりましたよ、もちろん。なるんだ、必ずなる。いやだからこれ歩いてるし、うん、なんないかなと思ったらやっぱり30キロぐらいから地味に痛くなってきて。翌日ゾンビは？もちろんダメ。痛かった。で今回これ、35キロぐらいから走ったんだけど、俺も、うん。前回の、あまりにも思い出が辛すぎてね、そのあたり。そうです、これ、35キロぐらいから走ったってことは、35キロまで何だったの？歩いたの。あ、早歩き的な、うん、で、35キロから思いっきり、思いっきり自分を試したんだ。そう。うん、自分で。なぜかというと、その前回その35キロからラストまでが、地獄だったんですよ。うん、なるほど、なるほど。飛ばしすぎて。ヘルね。うん、ヘル。もう痛くて、もう3メートル走って歩いてみたいな。ああ、そういう状態になっちゃう。死んでみたいな。うんうんうん、そこだけは今回ちょっと軽快にさ、なるほど、行きたかったんですよ。最後だけは締めたいから。そうそうそう。
だって靴だってさ、シックスの靴が何だとかさ、散々さ、みんなにさ、豪語して行った、出発したじゃん。前から足の裏痛かったじゃん、うん。これやっぱ靴かなと思って、うん、インソールを買ったんだよね。うん、インソールね。で、まあいろいろインソール見てたんだけど、うん、店員が、ところでお客さん、最近スニーカー見ましたかって言うから、うん、いや、3年前以来見てないよ、さ、うん、ちょっと見てくださいよって言う、うん、見たらさ、もうクッションから何からもう、世界が変わっちゃってんだよね、この3年で。新しくなってるの、うん。全く快適。全く快適。それで履いてみたら、うんうん、これもうなんだと。俺も今まで草履履いてね、そしたら、ぐらい。飛脚じゃないかと。うん、でもそう考えたら昔、裸足でゴールした人いたよね。アベベ。アベベね。流行ったよ、この時。アベベが流行ったね、うん、時にはね。埼玉県北部はね、うん、全員裸足だったよ。そうだよね。うん。持久走あの1500メートル走るのに、うん、裸足率高かったんだから。いや、だってアベベは、だってあれ、貧乏でシューズ買えないでしょ？あれ、そうなんだ。いや、そうでしょ。そうだよな。うん、エチオピアで、うん、多分。で、それで走ってたから、うん、多分その走りやすいんだよね。そうそうそう。つまり、プロゴルファー、サンドイヤマー、一緒だよ。近いってことでしょ？一緒だよ。これ。うん。そういうことだよ。俺これプロゴルファー猿現象の話はさ、うん、これポッドキャストで流れてないんじゃないの？インスタイベントでさ、うん、大阪の俺たち未来地図を売りに行ったはずがプロゴルファー猿の話で終わっちゃったそうだね話してよこの誰にプロゴルファー猿の話プロゴルファー猿ね、うん、プロゴルファー猿知ってるでしょ知ってるよだからあのあれ見てたの少年サンデーに連載されてるまあ猿のようなやつがまあ、あ猿じゃないの猿じゃないよいや俺読んでないから分かんないけど猿がゴルフするわけねえだろだって猿に似てんじゃんじゃ SF じゃんそれじゃ あれはヒューマンドラマだからねあいつ何人間なの人間だよひどいわオリバー君でもないじゃんいや違う違う猿猿あ人間で猿っぽい顔してる人間なのそうそうそうそれがあの、まあ、近くのゴルフ場でそのなんつうの賞金目当てのこう勝負をするって話だね、うんうん、だって俺じゃ あの持ってるクラブとか木だったじゃん自分で作ったのあれあそうなのそうですよ削り出しいい木を引っこ抜いてこれでもねこれでもねっつって大工の親父に作ってもらったとかそういう昔の抜きみたいなやつ、ね、いやいや自分でおお自分でしかもあれ一回あのクラブなくなって、うん、やべえっつって第二弾作るのにすげえ苦労したんだからえなんでなくなんの盗まれたんだから折れたんだったかな忘れた折れたんだっけ木だから木だからだよってこうだけして初めてよそろそろプロゴルファーの話いや だからさあの頃、まあ、プロゴルファー猿によってさ、うん、俺の中でゴルフが大ブームだったけどよああ自分の中でな、うんうん、でまあ父親もゴルフやってたからまあ少なからずゴルフの知識が軽かったんだけど軽く、うん、でもプロゴルフが猿をさ、うん、もう毎日やることによってさ、うん、知識だけはものすごいことまあまさにもうプロゴルファー並みの知識が入ってた自分もプロじゃないかっていうぐらいの知識があったけど、うん、子供ってそういうのあるよねあるよね俺もさ小学校なのにさ免許もないのにさ、うん、車出しばっかりさ、この車は高脚で、ね、で、ね、出て、そうそうそう最高馬力とかさ、そういうのいっぱい覚えてる最高速度とか、記憶力いいからね。いいからさ、うん、で、なんとかなんとかシステムとかさ、そう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 。もう何でも答えられちゃう、ね。同じ。全く同じ。詰まったと。そう。で、もう パターからドライバーからもう形がどうか全部覚えてくれて、うんうん。で、俺一番ね、印象に残ってるパターでね、パターって最後のパッと決めるやつね。パッと決めるやつね。かまぼこ型ってのがあったんだよね。かまぼこ型。うん。まあ、かまぼこみたいな感じしてんだけど。でまあそういうのも覚えつつ、うん、ある時、うん、東武デパートか西武デパートか忘れたけどさ、うん、そのゴルフ売り場にこう見てたけど見たくなるじゃんやっぱり本物まあそうだよね本物はどうなるのかね、うん、見たくなるでいろいろ見せて、うん、釣ったと言ったか誰かと言ったか忘れちゃったけど、うん、説明したんですよそいつに自分の知識をどうやってにこれ何が当たってんの何が当たってんのそうだね、うん、それをねたまたまああいうとこに、うん、売り場にさ、うん、なんとかプロみたいなのがいたんだよねあ来るんだあまあ多分そのお客さんにこう説明して売ったりするんだけどああ売ったりするなるほどねなんとかプロみたいなのがいたんだよ、うんうんうんまあ、あの頃だから鼻のさなんかこう、うんバッチみたいにつけてさ、で必ずいるんだ。そいつがさ、うん、俺の解説中に後ろに立ってさ、坊、う、や、ん、やってるねって言ったんだよ。まず坊ややってね。俺は石川遼が出るまでよね。これもすごいよこれ。大金持ちの息子かなんかがどれくらいやってるって見えたんじゃないの？なるほど大金持ちがね。で高田遼だ石川高田遼。そうそう高田遼ですよ、うん、もうあの。タイガー・ウッズより前だよ。タイガー・ウッズより前だよな。タイガー・フリッチってことだよ。そうそうそう。で、うん、やってねえってことだよ。俺もやってますよって感じでさ。負けてないんだ。負けてない感じだったんだよ、さ。いや、坊や、勝負しようって感じだったんだよ。勝負うん。
そこで、そう、うん、それパッとさ、うん、そう、あれじゃん、ね、家でお父さんがやるやつ、家でお父さんが練習する、うん、グリーンのさ、グリーンのやつ、2、3メーターの、うん、あれは石だったの、そう石だったの、うん、それ勝負しようってわけだよ。なるほど。それ一回やったことないんだけどさ、やったことないけどプロゴルファーさるのさ、そのパッと寿司がやけて真剣なんだよ。なるほどなるほど。これで決まるぐらいの。なるほど。それでもうさ心構えでやってさ、プロゴルファー教えてくれたの、そうそう俺にね、降りてきたの、そう、でもそのシーンが蘇ってるわけだよ。でプロから始まったんだよ勝負が。なるほど。すごいね、相手急にプロ、うん、プロがねちょっと手前で外したんですよ。足りなくて、足りなくて、かっこ悪いショート、ショート外しちゃった。で俺がその次に、その時にね、ギャラリーはいたのかな、いましたよ結構。おお、すごい。結局だから日曜日のセーブデパートなの。ああそっか、じゃあかなりいたわけだ。いたんですよ。だからそこで俺が強いわけじゃん。プロゴルファーやったことでもねえのに、やったことでもねえのに、カキンってやったらさ、うん、ビギナーズラックってあるね、うん、カキンって入ったんだよ、カキンって入っちゃった。でプロどうしたの、プロなんかやるじゃないみたいな感じ、やるじゃないみたいな、去っていったけどね、去ってった、すごいね、モダラグネはそういうところね、うん、そうなんだよね、坊やって感じだよ、坊やって感じでさ、いい経験してんなぁ。あれステージ生きてるね、ねえ、うん、今のステージ生きてるよね、生きてる生きてる、あれは出たとこ勝負だね、強いと思ってるもんね、そういうことか、出たとこ勝負のなんかこうさ、で小田君この前だってね、チェンジエナジーのね、うん、イベントの時にミッチの曲やる時に全然曲知らなくてね、チャッチャッチャッてやってたもんね。でもあれかなりいい味出してたね。そうでしょ、うん、あれの効果によりね、あれが16で跳ねてるんだよ、16で跳ねてるから、もう、うん、ミッチもさ、うん、いい感じで歌えたもんね。そうなんだ、あの跳ねが大事なんだよ。さすがだなぁ。曲知らない時はね、ワンノート、あるいはその周辺のね、その周辺行ったり来たりって行ったり来たりで、16乗り勝負なんですよ。なるほど。すごいな、でもそのプロゴルファーさんの話は、まあ、そうなんだよね。で別にそれここで何かもらえたとかそういうことはないよね。まあもちろんもちろん、ただあの時プロ一瞬相当悔しそうな顔してたよ。そりゃそうだ、俺子供心にすげえ分かったもん。そりゃそうだよ、うん、まず外した瞬間にまずいなと思ったよね。そう、子供ってなんかそう大人のさ、そういう怒った瞬間とか見逃さないじゃん。俺見逃さなかったわ、あのピクッとなった瞬間ね、うん、分かるんだよね、分かるんだよ、あとこらえる瞬間もね、そうそうそう。まああの後は結構すごかったね、ハッピーだったね。そう、トームとセブどっちだっけな、すごいね。でもね、ゴルフでも今でもブームだけど、昔から必ずね、うん、なんかお父さんと親父なんていうのは、そう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 、偉そうな人みんなやってるもんね、接待系ね、接待系でさ、うん、いやーなんかね、うん、あんまり俺は好きじゃないんだけどね、うん、うまそうじゃん、でもゴルフなんか何やっても、いやいやゴルフだってさ、かったらそうじゃん、なんか、いやでも案外技術が必要なんじゃない、いや一緒は必要と思うよ、でも俺どっちかって言ったら麻雀の方が好きだからね。同じ接待するんだったら接待麻雀、うん、最近どうなんだろうね、聞いたことないよ俺、ジャンソーで接待、ジャンソーで接待とか麻雀やるやつ自体をさ、いや接待さ、あのしゃぶしゃぶとかカニとかは分からないからず、ノーパンしゃぶしゃぶだって消えたからね、小田君、そうだよな、うん、どうなんだろう接待、まあ、ゴルフは生きてんじゃん。友達の社長に聞いてみようかな。まあ、接待マラソンとかあるやんね。いやー、きついっしょ。いやいや、でも同じスポーツだからさ。結構走る人多いじゃない、最近。まあ、多いね。まあ、多いね、うん。どうですか、今回、なんてね。接待。あ、でも、親睦を深めるためのやつはあるかもね、すでに。あるよね、すでにね。で、タイもお互いにさ、さすが部長さん、あるかも。行きません、なんて言ったら、喜んじゃうよ、結構。そうだね。向こうだって力入れてるからさ、あるある、高級回ってるの、高級きついんだよね、坂がね、あの坂すごいよね、俺チャリで行くけどすっげーきついもん、でもねホノルルもきついんだよ、坂アップダウン地獄ってやってんだよホノルルのマラソン、じゃあアップダウンクイズみたいな、アップダウンクイズみたいな、そう最後とかのさ、最初は気がつかないんだけど、何気なくずっと上りだったりさ、あ、そういうのが体が感じるんだもん、感じるよ、ちょっとした負荷も、そう疲れてる時の下りね、これもダメなの、いやだね、なんか楽そうだけどね、下りって聞くと、いやね、自転車は楽だよ、自転車楽だよ、ここが動かないからね、そっか、そうか、走ってるといずれにしても足がずっとね、ストップかけながら走るからね、そうか、行き過ぎないために、なるほどね、で余計力使うのかな、軟骨の使用度が高くなるんですよ、軟骨、ああそっか、軟骨使用度って随分でもあれ、踊るマラソン、あの
水分補給とかも随所にあるんだけど、うん、それと似たような感じで佐藤のさ、うん、医療メーカーの佐藤ね、うんはいはい、あれのなんかこうシューってスプレーのスプレー部隊がたまにいるんですよ。冷やしてくれるの？そうシューって、うんうん、あのスプレー部隊がありがたいんだよね。あやっぱ効くんだ。まあ、瞬間的にとりあえず、うん、よくなる復活するね。車もやっぱ体も一緒だね。一回冷やすといいんだな。スプレー部隊、まあ、うん、向こうの外国人のボランティアの人だけど、うん、プシューってやった時の、うん、サンキューベリーマッチの俺の丁寧さだないよ。サンキューベリーマッチのもう丁寧さ、うん、そりゃ小田君今回ハワイで Wi-Fi が悪かったらしいな。悪いよ。今回アルバムジャケットの確認で孝太郎君に何回写真を転送したかな。本当だよ。まずホテルでさ着いた瞬間にさ、うん、フロントのおばちゃんがさ、うん、なんか暗証番号くれたんだよ、うん、Wi-Fi の、うん、ラッキーと思ったんだけど、うん、永遠に繋がんないんだよね、うんうん、ぐるぐるぐる回ってて、やっと捕まったと思ってもまたメール受信しようと思うとくる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 回って、うん、ダメで、うん、アップルスターまでいつも行ってた。アップルスター強力やっぱり。アップルスターすごいね。瞬時に入る。瞬時だね。ああやっぱ強さなんだね、アップルスター。それでもジャケットのねデザインのね、うん、20分かかった。多分あデータ重たいから重いから20分か。なんかだから写メして送ってくれてたのも軽く。あそうだ軽くね、データペッパッってやってね、確認だからね、そりゃそうだよね、うん、そのままデータ行くとね、もう印刷できるようなデータ行っちゃうからね。アップルスターの前でも調布部員だよもう。なるほど。ずーっと待って、ハワイとかね、もうそこら中飛んでて簡単に接種式なんか。タイでインドだね、それが。逆にそっちの方がいい。やっぱすごいんじゃないの。すごいのかな。インドとかね、飛んでそうだよね。ハワイ全然だね。あそう、まあ、ハワイに仕事持ち込むべからずだねこれ。ああやっぱ休暇で行くしかない。ダメだね。いいね、いい名言出ちゃったね。ハワイに仕事を、ね、ダメだね、仕事べからず。本当は持ち込まないで間に合うはずだったんだけどね。そうなんだ、ちょっと 俺たちが遅れちゃったからな、はい、デザイナー含めイタリアローマからいつも聞いています。マジかよこれ、久しぶりだねこれ、なんか、ね、遠方より世界のポッドキャストだね。世界の世界の山ちゃんっぽくてなんかちょっと軽いんだけどね。今だからさ、もう俺ら世界だからさ、たまにラジオ出てローカルだとちょっとこっちもテンション下がるもんね。ちょっと下がるね、確かに。息だめ、確かにローマぐらいだとね。ローマだからね、こっちはって、うん、もうちょっと困難な力でね。そう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 。はじめまして、加藤さん、小寅さん。はい、どうも。イタリア・ローマ在住の MS36 歳、うん。36歳、MS さん、うん。いつもメイク中や出勤、移動中のバス、地下鉄の中、うん、夜ベッドに入り、眠りつくまでの時間、常にこの池袋交差点を聞いています。うん、ローマでね。ローマの休日ってことだよ。いやいやいや、そういうことじゃないよ。どういう気持ちなんだろうね。ローマったらだローマのさど真ん中でさ、うん、こんな話聞いててさ、まあでもドラゴンへの道だって対決の場はローマでしょ。いやいやいやそれとは全く違うからこれなんかもったいない感じがしない。いやいやいや在住だからね、旅行に行って旅行に行ってこれ聞いちゃったらさ、うん、向こうでカルビーのポテトチップス食べてた感じするよこれ。残念な。いやでもね、うん、旅ってのは3日目からね日本製の食品が恋しくなるよな。確かに確かにそうだ。 iTunes ストアでポッドキャスト見ていたらたまたま見つけて聞き始めた。おお、たまたま。早速昔のアーカイブを遡り順々に聞いており、うん、今ようやくシーズン2の半分くらいまで追いつきました。お二人の顔もプロフィールも見ずに聞き始めたので最初は芸人さんだと思ったんですが、それにしてはテンションがあれだし、あれあれってこの指示代名詞ね。ああなるほどね。ポッドキャストのカバー写真を見たらあまりにもいやいや撮られてる感が出ていたので、これは芸人さんではないと確信し、ネットや YouTube で検索しザ・コレクターズのことを知りましたと。なるほど。お二人の話によく対バンとかいう言葉が出てくるし、加藤さんの投げやりの話し方からてっきり完全なスラッシュとかメタルとかヘビーな音楽を想像したと。ああ最初はね、うん、初めてネット映像で世界を止めてを見た時は、うん、あまりの加藤さんの清々しい印象にしばしショックを受けましたと。そんなに投げやりなのかねこれ。まあ、加藤さんの話し方を聞いてる限りでは、うん、ライブではマイクのコードでお客さんをバシバシ縛いたりしそうな感じがすると。なるほど。さて今やこの池袋交差点は私と日本をつなぐ素敵な安らぎの場になっています。そうだね、結局あるよね、うん、あるんだよ。一番いい情報源だもんねこれね。夜は隣に寝ているイタリア人の主人、あイタリア人って結婚してんだ。そうだよ、うん、が不審があるほどにやけてるとね、何聞いてるのと言われ、うん、池袋に詳しい人たちがいてねえなと
よくわからない説明をすることもしばしば、うん、眠りについた後も iPod を耳に装着したまま朝を迎えてしまうことがほとんど。夢中じゃないこれ。夢中だこれ。目覚めた後も加藤さんと小太さんがノンストップで朝まで夜通し話し続けていることがある。これでも旦那いらずだねこれ。いらないね。また寝返りを繰り返しているため、うん、iPod のコードが首に巻きつき苦しくなりながら朝を迎えることもあると。主人には危ないから外して寝なさいと注意されてる。そうだそうだ。でもどうしても加藤さんと小太郎さんの声を聞かないと眠りにつけない。なるほど。小太郎さんが昔言っていたようにローマとにかくトイレが少ないです。ああ小太郎がね、うん、言ってたもんね、うん、あっても蓋が盗まれていたりこれどうやって用を足すんだよっていうところもなかなか多いと。なるほど。本当に日本では考えられないようなことがたくさんです。うん、怒ったら負けです。うん、でもこの国のいいねここね、怒ったら負けです、このいい加減さになれると癖になると、うん、またメールします。なるほど。ローマから応援してます。なるほど。ローマね、やっぱトイレないないし、あのカフェみたいなとこ入ってトイレ使おうとすると、うん、トイレの前におばあちゃんがいんで、おばあちゃんが、うん、チップ渡すのにダメ。ああそうかそうか、そういうのあるね、うん、よくね、うん、ベトナムが確かそうだったな。ベトナムじゃインド、あそう、うん、なんかお掃除のね人がいてね、うん、空港とかも別に通してくれんだけど、うん、なんか目がすがるんだよね。なるほどね。うん、しょうがないからね。ローマ行きたいな久しぶりに。行ったことないんだよなイタリア。リーダーイタリアどうなんだろうね。どうなんだろうね。イギリスばっか行ってたかな。一回ぐらい行ってもよかったね。イギリスばっか行ってたとしたらやっぱ食の面ではかなり衝撃を受けたよね。うまいっていうね、うん、うまくてうまくて、うん、イギリスでうまいものにほとんど巡り合ってないからね。確かにね。だってカツ丼食っててくれたから。そうだね。イギリス行ったよ。なんか覚えやすいでしょ、あのカツ丼屋の親父。カツ丼なんだかったっけ、あの和食屋の親父。和食屋の親父。俺仲良かったんだよ。仲良かったよ。そこ行ってカツ丼ばっか食ってるじゃん。そうだっけ、うん、俺行ってもなんかあれだったよ。なんか和風焼肉定食みたいな。あ、そうなの。俺カツ丼ばっか食ってた。あ、そう。カツ丼食ってたんだ。カツ丼食ってた、ずっと。だから俺カツ丼屋の親父だと思ってたの、小太郎くん。ああ、和食屋の味だでもあいつ。うん。で、一回ほら、イタリアンにいたらさ、うん、なんか知らないかな、俺で入ってきて、小太郎くんにごっちんしたじゃん、頭。あ、したしたした。なんて仲いいんだろうと思ったらびっくりしたの。うん、そうそう。仲いいんだよね。ねえ。なんか俺外国行くとさ、英語喋れんだよね。いや、それよくわかんないけど、でも、そういう関係になるからじゃない。うん。なんかね、仲良くなっちゃうんだよね。うん、仲良かったね、あれね。うん、加藤さん、小太郎さん、はじめまして。はい。にゃおにゃお、大阪在住44歳、はい、独身女。独身女。独身女ってもう犯人だね、これ。確かにね。女性。スピッツ流れで P となり、はい、P だけでは満足できずに、とうとう、12月1日、梅田クラブクアトロライブに参戦しちゃったと。ああ、この前来てくれたんだ。ねえ。何しろ P なもので、うん、知らない曲が多い中での参戦でしたが、うん、最高に楽しめました。俺、よかったよかった。生で見た加藤さん、小太郎さんはでっかくて、うん、おじさんとは思えないくらいの凄まじいパワーでやっております。スピッツさんと比べたらちょっとやや大きいよね。特に歌ってる時の加藤さんは、超セクシー。うん、超セクシー。52歳とは思えないほど若々しく。いいから52歳、とてもかっこよかったです。時折見せる強い眼差し、流し目にドキドキさせれましたと。目で殺すとは、まさにこういうことなのかと。どんなボーカリストだ、ね、おっさんじゃねえか。小太郎さんは、男の色気が激しく漂っていて、眩しいくらい素敵でした。何かに取り憑かれたかのような、ブレないギター演奏に圧巻され、狂気に満ちた目の輝きに見える。狂気に満ちた目の輝き。これは、触出されるわけですね、と。それが職質なんだ、うん、かと思うと最後 T シャツをちらっとめくってのファンサービス、うん、見逃しませんでした。見逃さないんだ。やるんだね、ファンサービスちらっと。おしゃれコースターに脳札、うん、一緒に行った友人はウルフルズの大ファンなんですが、ウルフルズ、はいはい、あかん、これ一つにはまりそう。あかんな。また行きたいと言いながら物販で CD を購入していました。私も内緒でコレクトの入会。やるね、随分入っちゃったね、これ。来年のビッグキャットにも賛成しました。 ありがたいね、加藤さん、腰痛を大事にしてください。俺じゃねえから、小太郎さん、お酒飲みすぎだよ。俺が孝太郎君がね、腰痛い痛いっつってのちょっとね、アナウンスしたからね。そうそう、またマラソンで余計ってなっちゃって。ヘルニア来るよこれ、そろそろ。時間の問題だねこれ。姿勢が高いからさ、怖いんだよな。最近神経痛って言葉の意味が分かってきたもん俺。おじいちゃんおばあちゃんの神経痛が、ね、なったことないのに何とか予測がつくんだよね、神経痛の。分かる分かる、神経痛ね、神経の痛みだからね。本当そうか。でもね、俺の問題はもう実感の問題だよ、これ。腰悪くなるの。いや、もうダメだよ俺、うんうん、次のツアーで最後だな。何が最後？まともな腰のツアー。まともな腰のツアー、うん、テスコなんか持ってっからそうなるんだよ。あるよ、テスコの時本当ね、休憩タイム欲しいの正直。重たい、一回置きたいんだよね。
重たいね。リハの時そうだもんね。重たい。曲終わるたびに置いてんだから。あ、ギター、セミアコだったら相当いいよね、軽くて。楽だよ。ベースも重たい。さてと、コレクターズはニューシングルが発売中と、はい、1月は、クラブクワトロで6、13、20ね、2バンドでね、チャンピオンシップシリーズ、はい、6、13、20か、はい、そして1月23日は、ついに19枚目アルバム99匹の猿が発売と発売します。これはいいっすよ今回は、うん、全ての P がね、うん、聞いていただけることを願ってますよ。だってね、小田君どんなすごいかってね、うん、天才プロデューサー吉田仁さんがね、メガネ2枚重ねて作ってたんだよ。そうだよ。いや俺ね、小田君ね、うん、ついに仁さんには悪いけど、ついに行っちゃったかと思ったんだよ。いつも仁さんのスタジオでトラックダウンって最後のね、うん、音の確認をしに行くんだけど、仁、うん、さんがもうコンピューターの画面に張り付いてるわけですよ。うん、よく見たら、メガネ2つしてんだよね、二重に普通のメガネよ、うんうん、声かけられないよ、ああいう時小田君が、小田君でも声かけられないでしょ、きっとかけられない、仁さんメガネ2つって言えないでしょ、うん、言えないね。で俺もしばらくそのまま2つメガネの仁さんと話をしてたんだよ、うん、このギターソロについてはどうなのかとか、うん、で数分後に松本君がやってきて、うん、松本君そういうとこ平気で言うタイプじゃん、うんうん、じいさん、なんメガネが2つって言ったんだよ。で、横でようやく俺もさ、うん、謎解明できたの。うん、1つは、あの、電磁波みたいな、あ、防止。コンピューターから出てくる、それを遮るメガネなの。なるほどね。で、もう1つは、こう、普通のメガネで、で、それをもう長時間にわたってさ、はいはいはい、あのミックスダウンするから、目をやられちゃうんで。ゴーグルとメガネなんだね。うん、本当はね。でも、普通の人が見ると、普通に2つメガネしてるっていう、なんか、うん、ジョン・レノンのアルバムがちょっとなんとなくよぎる感じなんだよね。なるほど、うん、だから頑張ったってことですよ。まあこれ聞いてもらってね、うん、まあ20万ダウンロードでね。そうだよ。で5000万しか売れないと。そりゃないよね。まあ、世の中マイノリティだからね。いや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 、でもさ、そりゃないよね。まあね、そりゃないよ、はい。26はコータルホイナルのバンドがキネマクラブに登場と、はい、2月10日から、モッドトーンツアーがスタートと、まあ忙しいですね。忙しい。おっと、あれだよ、あの2月の2日にはさ、うん、大阪でね、そうピザーラマンがさ、ピザーラマン大阪登場。ピザお届けだよ、大阪行っちゃうよ。大阪もう串カツ食っちゃうよ俺。行っちゃってよ、京橋でやるっつったね。京橋ですよ、うん、まあそんな感じです、うん、まあ、よろしくということで、はい、このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロード、はい、写真家のリアカーもこちら、アーカイブもありますということで、はい、お別れの時間ですね。はい、そうですね。じゃあまあそんな感じで、はい、ドゥーザーダウンロード、ドゥーザーダウンロード。